ンのように右バッターに4割以上打たれていると。この当たりはレフト方向、長野の打球が伸びてスタンドに届きました。長野に1本出ました。今シーズンの初ホームランです。東京ドームのジャイアンツ戦でカープの長野が今シーズンの第1号、先手を取ったカープ、右バッターの長野が打ちました。今日スタメン起用の笹岡監督、まずそのホームランの長野起用が当たりました。山本さん、この長野がファームでも非常にいい状態で一軍に上がってきましたね。それまで代打で出ててね、それで1打席だけの勝負だったのがファームで何打席か立って、はい、これで調子良くなりましたね。そうですか、まあ、今のも甘いところではあるんですが、今日は長野の1本でゲームがスタートしました。先発アンドリースから、先ほど山本さんもおっしゃったように、そのまあ少しその肩口から真ん中方向に入ってくるような、そんなボールになったんですかね。そうですよね。そのホームランについて本人は、打ったのはチェンジアップ、先制することができてよかったですとシンプルにまとめています。そうですか。山本さん、やはり何度見てもこの内側に入ってくると言いましょうか。そうですね、逃さず長野が打ちました。今度は満塁の場面でのチャンス、センター方向伸びると、どうだ、入った、入りました。カープは昨日に続いて満塁ホームラン、長野2打席連続バックスクリーンに運びました。2打席連続、今度は満塁、強烈な一本を東京ドームで放ちました長野、8対0。カープの勢いが止まりません。昨日の延長11回を見るかのような、まず山本さん、センターまっすぐぐんぐん伸びましたよ。いやいやいや、これはもう絶好調時の長野、はい、いい時の打球ですね。長野このコメントも届きました。打ったのはストレート、みんないい形でつないでくれたので打つことができましたという第2打席の満塁ホームランです。そうですか。まあ、元々そのコメントを長く多く語る人ではありませんけれども、まあ、そのシンプルな言葉の中にも仲間への感謝と